今日のめくり野菜は旬の柑橘、柚子を使って柚子はちみつゼリーを作ります。香りがいいですからね、柚子は。はい、じゃあゼラチンをふやかしたいと思います。水大さじ2のところにゼラチン 5g を振り入れます。ちょっと隠すればいいな。お願いします。今日はこの柚子を小ぶりなんですけど、柚子ゼリーを入れるカップにもしたいと思うので、よく洗って。あ、もう香ってきた。うん、そうですね。で、くり抜けたら果汁を絞り出します。はい、だいぶ絞れました。はい、柚子果汁プラス水を入れて、全部 300ml になるぐらい水を加えます。じゃあこれを鍋に入れます。沸騰直前で火を止めます。先ほどふやかしたゼラチンを加えて混ぜます。先ほどのくり抜いた柚子のカップに注ぎ入れて入れます。あとは冷蔵庫でだいたい1時間ぐらい冷やし固めます。